館長、夜更かしは体に毒ですよ。自分の運命と向き合うと決めました。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。
行きましょう。自分の運命と向き合うと決めました。伝染雷鳴の時、こどかし時期を見て動きましょう。私に服従しなさい。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。